もありがとねー。ガチやばかった。普通に今日は手持ちもうベッドの上今日楽しかったですね。新見た？みんなポストいいねしてください。15分はーい。ヒューヒュー、まだ帰ってないの？明日来れるの？ありがとね。今日はありがとうございました。こんばんは。なんでみんな帰ってないんですか？こんにちは。かわいかった？かわいかったならよかったです。そういうこと？なんでたの？仕事終わりました。お疲れ。おじさんが本当にね、この間あれだったからね。話してたんですか。こんばんは。ストーリー組み立てた。キンラブ。こんばんは。一部ねめっちゃ厳しかったよね。あー長坂さんも言ったんだ。どうもありがとう。遅刻しないでください。遅刻は厳禁。一部人少ないから遅刻しないで。マジでポーズね。ハゾーもありがとう。こんばんは。こんばんは。ハゾーもありがとう。はーい、あとありがとう。お疲れ様。結婚します。あー、ルカさんと話したよ。写真撮りました。ピリテテ。ピリテテって何？いや、ちょっと、はい、明日みどり、はい。めちゃ楽しかったね。私もあ、ピリついてて、なんかすごなんかすごい一部の人は厳しかったよね。私もちょっとんって思ったけど、けど可愛かった。ありがとう。二部の人思ったらすごいあれってなった。キンラブ、そういうの見て緊張しました。しないでください。あ、待って、まだ申し込んでない。めっちゃ忘れてた。やばい。行ってもいいね。挨拶しかできなかったよね。
人によるね。やっぱさ、化粧さ濃いめだとさ、私写真撮るからと思ってちょっと今日化粧濃いめなんだよね。濃いめだとさ漏れるね写真。似て送っておいた。何の似て、こんばんは、キュンキュンラブリー。あーそういうことか、 STU のか。ちょっと待ってます、買わなきゃマジで。いつまでも、いつまで、いいよ、ありがとうタコ。なんか正直参加できるところとかなんかわかんないんだよね。なんかさ直前になんないとさ予定入んないから、なんかあの仕事とかね、だからさわかんないんだよ。だからとりあえず買うだけ買うって感じ。2部からでよかった。あそうそうそう、喋れる人がね。なくし会はナチュラル、今日はねちょっと本当に濃かった。なんか天使を意識したのもあってめっちゃキラキラもしてるからさ、まだ大丈夫。普通に昨日月の仕事一緒だったって本当言っていいのか分かんなかったか、言ってなかった。フォローありがとう。インスタに詰められた、買ってから。そうだね、そうそうそう、とりあえず買ってから考えないと。ポーズ、悪魔ポーズありがとう。今日はね本当にねちょっと普通に好評でした。あのみんなからも可愛いって言われた。そう緊張してたじゃないね。あまあそれはそうだけどね。シナモンポーズね、下のポーズも決めてる。悪魔です、こんばんは。どうもありがとう。ね、リボンめっちゃ取れたの。靴のリボンさ4つか5つぐらい取れました。悪魔二度目ありがとう。靴持ってこない、荷物になる。めっちゃ今日もさ、今日は履くからよかったけど履かないのに持ってくのはちょっとあのめっちゃ荷物になりました。センチュニウムあれだよね。えねえそれな。え14日まで、ああまだ大丈夫。他メンバーの前、えめっちゃ恥ずかしかった。更衣室みたいなところから出てくるの恥ずかしかった。そう結構取れた。机ありやん、やったね。どういうこと、全然ダメに。え、ありがとう、ありがとうね。10時販売だけ2時半。あでもね分かるよそういうの。はい、あ待って靴のアップの写真やっべ撮るの忘れた。全身撮ったからあれにしちゃった。あ撮るの忘れた。起立感ですね。あ、本当？明日悪魔だよ。なんかね、今日はねノーマルでも漏れた。だからブログ、今日の X のポストの写真もあれでした。ノーマルでした。ありがとう。2時半から4時。うん。してやられる。ありがとう。そう靴のことね。でもみんな結構あ靴って覗いてくれたりしたから。こんにちは。
がとう。誰も意外とそんなね映り悪くなかった。売り切れたらそれな、別によかった。こんにちはんな。前髪も切ったの、わかんない、座りってよくわかんない。コース縁があるから。あ、本当？初音もありがとう、こんばんは。キュンラブ、こんばんは。ご飯褒め、あーね、それな。明日はじゃあ立っていいのかちょっとよくわからないのであれなんですけど、こんばんは。そう、わからない、立ちはなんか普通に出迎え立つ先輩もいる。あ、そうなんだ、揃いました、よかったです優しくしますよ。天使のお部屋こちらです。うん、いいって言ってる人とダメって言ってる人いるし、写真は立っちゃダメってことない？うん、マルチーブ、あ、見た気がする。確かにスクワットみたい、確かに確かに、てかやばい、本当に寝てたらさ、めっちゃさ顔がむくんだ、笑った時にさ肉が笑いにくい、むくみすぎてた。下鍛える、足鍛える、ド M ね、癒されたい日でした。うん、寝てた、やばかった。そう、めっちゃ寝起き、終わったら早めだけ行くの。いや、なんかと家帰ってきてから韓国ドラマ見ててで、8時くらいから寝ちゃってた。学校、え、悪夢、え、あ、え、わかんない。そう、寝起き悪魔です、はい、頑張ります。もう私全部さ昼前に、昼前っていうか昼ぐ、ん、午前、ん、早い時間に終わるからめっちゃいい。なんか夜とか終わる人帰るの遅くなってかわいそうっていうかさ、部によってやっぱり帰るの遅くなったりするじゃん。だから私遠いしさ、ちょっとだからありがたい、早いと。そこスローリー、そうそうそう、外国だ、ペントハウス、そんなと遠くないってなってんの。ありがとね、お疲れ様です。あ、そういえば今日帰りに今日帰りに話しかけられました。びっくりした、初めてすぎて。はなちゃんですかって言われました。かわいい女の子に。ペントハウスね、ね、早いといいよね。そう、結構ショールームとかでも見かけたことがある子だった。え、電車、え、電車え、電車ですよ、帰り電車ですよ。どこに行けば会えますか。名駅
本当にありがとうね。そう、岐阜だとそこそこ遠いよ。違う、あのなんていうの、電車っていうか、あの事務所から電車、なんていうの、あの事務所まではみんなで一緒に帰るけどみたいな、そういうの、そういう感じ。そうもありがとう。いいよ全然。うん、電車じゃないよ。いや、免疫で。いやだったらなんか申し訳ない。あ、ほんと？全然いい。全然いるよ。こんばんは。うん、言わない言わない。普通にいる。しかも今日マスクとか、いつもさ、そう。自信あるの？免疫。知ってる子？ほんと？こっち逃げる？自信ない方、嘘はされないです。誰もありがとう。声かけれるよ。え、ドアラいた？ドアラに写真撮ったよ。声かけるかも。あ、確かに。なんか12期に別に推しがいる子だったかな。んじゃな。ドアラ、ドアラ行った、あの金時計に。なんか写真撮れましたよ。確かに他人だったよ。え、それな、よう花って気づいたなって思って。あ、11時半。そう、こんばんは。11時半か。うん、声かけるよ。どうしよう、終わろうかな。何人たくさん知り合いできた。ほんと？え、なんかさ、花の連のところさ、めっちゃ人いるのに全然人来なってそう、めっちゃいっぱい喋ってるのにさ、え、全然来てくれないって思った。めっちゃみんなで話してて、なんかあれってケンがな、あ、そういうこと。そうもありがとう。ケンの配分してるのか、みんなで。めっちゃさ、でもさ、花推しみたいな人もいる。違う人のアイドル消してる。わかんない。ハートありがとう。ワンちゃんな、仕事できなかった、お疲れ様。お仕事2部、2部途切れなかったね。びっくりした、途切れると思ってた。あ、どこもそうなんだ。なんか遠くから見てて、あれ、あの人いるけど一回も来てないいう人が。今日初めましての人も結構いましたね。CD 3枚分高いよね。わかる。なんかさ、研究生だけでもさ、 CD3 枚とかで何枚取れますみたいな。 CD1 枚で1枚とかにしてもありだよね。見てけど、あ、可愛すぎて、ほんとね。一部はね、秒で流されたよね、それな。ツッコミありがとう。え、ほんとにさ、そう、初めましての人いました。あ、なんかさ、で、なんだっけ、みかん禅祭りの時に、なんか確かに先輩たちもファンかわいそう。それはそう。でも私は、私研究生だからな。あ、でも研究生公演同じ値段か。あ、そう、初見でしたよね。なんかあの、私があのみかん禅祭りの時に、私が振られた人覚えてますか？あの、私なんかみかん禅祭りの時に、なんかレポート、リポーター
リポーター体験みたいな、なんかリポーターバトルみたいなのやって、それでなんかその時になんか隣に、そのお客さんの隣に座って、なんか私となんとか言ってくれますかみたいな、どこか言ってくれますかみたいな言った時に、なんか来ませんみたいな言われた人がいて、その人が今日来ました今日来てくれました、覚えてますかって言われて、え、初めての人なのに覚えてますかって、えって思ったら、振りましたって言われて、あーってなんか日にち言われて、覚えてますか、未完全祭りであなたを振りましたちゃんとその推しのあの、なんていうの、あれ背番号書いてたやつあるじゃないですか、チームのあれを着てきました、着てきてました面白かった。そう、やばい、いました、そうそう、おもろかったでもね、推しにバレちゃう、なんだなんで、推しとじゃねえ、何、あー年齢や、宣伝 T シャツじゃないよ、今日買いにありがとう、あの生誕 T シャツじゃなくて、あれです、ユニフォーム、うん、あの推しは誰ですかって聞いた後に振られたの、そういう旧ユニフォームみたいなやつ、推しは誰ですか、なんとかさんです、私と一緒にどこか行ってくれますか、行きませんっていう感じだった。あ、そう、ユニフォーム、そう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 、本当に決まってたからです、ハートありがとう、そう、チームカラーのユニフォーム、そう、キュンキュンラブリー、そう、15周年ね、15周年、そう、でも明日も行くのでって言ってくれたから、あんまり分かってない、あー、そう、そうね、投資金入りました、あー、めっちゃいいじゃん、いや、すごい、そう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 、待って、え、本命の推しの人いましたよ、全然いた、こんばんは、映像が世に出るといいですね、はい、そろそろ終わろうと思います、ごめんなさい短くて、あ、オッケーして、あ、そういうことか、あ、そういうことか、そういうことね、優しいまあ分からないと思います、どの人か、そういうこと、ありがとうございました配信ということで、よくわかってない、あ、ほんと、男女を見たいと思います、13位、あっと待ってください、さつまいもを持った狼、あの方のアバターですよね、全然出てこない、名前、みずきさん、田辺じゃなかったかな、そのアバターの方、ありがとうございました、12位、カニラスカル、ありがとうございました、11位、ゆらゆきさん、男性の方、ありがとうございました、10位、桃星人、ありがとうございました、9位、カステラ、あ、石塚さん、
ありがとうございました。あ、田辺美幸さんは別にいますか。8位、メロンパイヌ、ありがとうございました。7位、アマビエ、ありがとうございました。6位、リラックマ、ありがとうございました。5位、違うん、合ってるか。5位、黒猫、ありがとうございました。4位、テニスボール、ありがとうございました。3位、魔法少女、ありがとうございました。2位、キョムヒヨコ、ありがとうございました。1位、飛行機、ありがとうございました。ほら、ありがとうございました。そう、石塚さんです。石塚みつみさん、ありがとうございました。配信ありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさい。また明日な。ただ水木さんいましたね。石塚水木さんもいますね。よし、おやすみなさい皆さん。また明日ね。よろしくお願いします。またね。バイバーイ。またなー。うわ、おやすみ。またなー。